もしあなたの先祖が実の先祖でないと言われたら？ようこそ、ナビゲーターのルカです。超古代地球には3種類の人類が生存していました。その中で現在唯一生き残っているのはホモサピエンスです。私たちの祖先です。長い歴史を見れば私たちの他にも存在していた人種はいたのです。私たちはもしかしたら多く現存していたかもしれない人種族の一つに過ぎません。そうだとしたら、このような可能性もあります。つまり、私たちホモサピエンスは様々な人種族の混血種であるという可能性です。これに関する確証はないものの、事実であれば複雑かつ隠蔽されがちな話ですね。今回はそんな信じがたいような驚愕のお話をしていきます。発見された混血の痕跡。アルタイ山脈はロシアからモンゴル、カザフスタン、中国へとまたがる広大な山脈です。そんなアルタイ山脈はかつて金、銀、銅の産地でした。現在では枯渇していますが、過去にアルタイ山脈の洞窟で世界中の人々を驚かせる発見がありました。金、銀、銅が再び大量に発見されたわけではありません。それは骨でした。この骨の破片はデニソワ人の洞窟にあった2000個の骨片の中から発見されました。それも5万から9万年前に13歳で亡くなったとみられる少女の骨でした。5万から9万年前というと、人類が文化や文明を発展させるずっと前のはずです。なぜそんな時代に生きた少女の骨があるのでしょうか。少女は何者なのでしょうか。マックス・プランク研究所で進化人類学を専門にするヴィヴィアン・スローン博士は、少女の骨のゲノム配列を世界で初めて分析しました。コラーゲンペプチドマスフィンガープリント技術というタンパク質固定方法を用いて、この骨が人類の起源を明らかにする資料となることまでつかみました。しかし、どの人類の起源を明らかにするのかは博士にも分かりませんでした。そこで骨が持っている DNA のゲノム配列を複数回抽出しました。すると、まず性別が判明しました。放射性炭素年代測定法を用いると、少なかった5万年前のものであることが明らかになりました。データが蓄積されるうちに、その見積もりはだんだんと正確になりました。スローン博士は少女が9万年前頃に生きていたと考えています。続いて少女の両親を特定する作業に移りました。少女の DNA はネアンデルタール人、デニソワ人、アレルのそれと比較されました。アレルとはアフリカに住む原生人類の対立遺伝子のことです。少女の骨を DNA 分析すると、彼女が2つの人類の血を受け継いでいることが明らかになりました。それはデニソワ人の父親とネアンデルタール人の母親でした。しかもデニソワ人の父親にはネアンデルタール人の先祖が少なくとも1人は家系の中にいることが分かりました。またネアンデルタール人の母親は遺伝子的にはデニソワ洞窟で見つかったネアンデルタール人よりも西ヨーロッパに住んでいたネアンデルタール人に近いことが分かりました。ネアンデルタール人は滅びるまでの数千年間頻繁に移住していたのかもしれません。とにかくこれらの人種族は今では絶滅しているものの、異種交配して婚外子を設けていたのです。ネアンデルタール人とデニソワ人の間に子供が生まれていたことは、これまで仮説として提唱されていたことはありました。しかしそれはあくまでも仮説に過ぎませんでした。というのも、ネアンデルタール人とデニソワ人が異種交配することは奇跡に近いとされていたからです。当時地球には5000人から7万人のネアンデルタール人がいたと考えられています。デニソワ人が同じくらいの人口だったとしても、人類の数は現在より非常に少なかったといえます。このことからネアンデルタール人とデニソワ人が出会う確率は低かったと考えられていました。
それでも意思交配されていたということは、ネアンデルタール人とデニソワ人が実際に出会っていたということです。出会う機会が多かっただけではなく、交配する頻度も高かったと想像されます。2つの人類は39万年前に共通の祖先から枝分かれしました。それから4万年前に現世人類にとって代わられるまでユーラシア大陸に居住していました。解剖学的に考えれば、現世人類と交配していた可能性もあります。少女の骨の発見は、仮説に過ぎなかったネアンデルタール人とデニソワ人の交配が遺伝子的にも事実としても正しいと認められたようなものです。スロン博士自身、交配の事実に驚きを感じているようです。私たちはおよそ20種類の古代人類のゲノム配列しか持っていません。その中で半分ネアンデルタール人で半分デニソワ人であるゲノムを見つけたことは大きな驚きです。と博士は話しています。そんな偉大な発見に貢献した古代の少女はデニソワイレブンという名前を付けられました。現在も彼女に関する調査と研究は進んでいます。スロン博士は次のように話しています。私たちはネアンデルタール人とデニソワ人の他の骨を積極的に探しています。そこから DNA を復元できれば、こうした古代の人類や彼らの交配についての洞察を得ることができるからです。発見された龍人。デニソワイレブンの発見から、超古代に異種交配が行われていたことが分かりました。また、異種交配の結果として、現在の人類が誕生した可能性も浮かび上がりました。そこで、次のような疑問を持った方がいるかもしれません。実際に異種交配をした種族は、どのくらいいるのでしょうか。現世人類の誕生とどのようにつながったのでしょうか。この疑問を解決して理解することは難しいでしょう。ネアンデルタール人は現世人類の直系先祖ではなく、私たちとは別系統の人類であるとする見方が有効です。現世人類に近い親戚はこれまで考えられていたネアンデルタール人ではない別の人類ということです。1933年、その証拠となるようなものが中国で発見されました。それは後にドラゴン人、龍人と呼ばれる人類の頭蓋骨でした。発見者はとある中国人男性です。当時は黒竜江省のハルビン市で旧日本軍の請負業をしていました。旧日本軍から守るために、男性は見つけた頭蓋骨を旧日本軍の上司に渡しませんでした。中国には宝物を古井戸に隠す習慣があったので、頭蓋骨は使われていない古井戸に隠されました。古井戸に隠された頭蓋骨は戦火や文化大革命といった混乱期にも静かに眠り続けました。誰にも気づかれぬまま忘れ去られようとする中、発見者の男性は死ぬ間際に頭蓋骨の存在を家族に話しました。そして2018年に再び掘り起こされることとなりました。人類の歴史はたとえ忘れ去られようとしても、誰かの努力や意志のおかげで再び思い出されるものなのでしょう。こうして85年の月日が経って、人類の記憶に呼び起こされた頭蓋骨、それは人類のルーツにまつわる謎を解き起こす重要な資料でした。そしてその重要な資料はとてつもない大きさでした。大きな頭蓋骨に大きな眼球、目と目の間の鼻球は分厚く長く低い、口の幅は広く歯も大きい。しかし大きな頭蓋骨の割に脳の容量は現世人類と変わりません。この頭蓋骨は木々のある半乱原で暮らしていた50歳前後の男性のものと見られています。研究者たちは頭蓋骨から600以上の特徴を見つけ出しました。そして他の初期人類の化石との類似性を示す系統樹を作成しました。この結果、頭蓋骨はネアンデルタール人やホモサピエンスと同じ時代に生きた3番目の系統であることが分かりました。3番目の系統には中国で他にも発見されていたいくつかの化石も当てはまりました。頭蓋骨は河北地質大学のリー・チャン教授の手に渡りました。
李教授の研究チームはこれまで知られていなかったその人間の種をドラゴン人、竜人と名付けました。発見地域の竜口にちなんでホモロンギとも呼ばれています。ドラゴン人の研究は中国科学院やイギリス自然史博物館で行われました。研究の結果は3本の論文で発表されました。それによるとドラゴン人は新種の人族である可能性があるそうです。つまりネアンデルタール人よりもホモサピエンスに近いそうです。私たち原生人類とドラゴン人の共通祖先は私たち原生人類とネアンデルタール人の共通祖先よりも長く生きていたのでしょう。ロンドン自然史博物館のクリス・ストリンガー博士は、この集団は狩猟採集民だっただろう。現代のハルピンの冬の気温からして、ネアンデルタール人よりも厳しい寒さに対処していたようだ。と説明しています。系統樹からは他の可能性も明らかになりました。それは原生人類とネアンデルタール人の共通の祖先が100万年以上前に生きていたという可能性です。本当にそうであれば、これまでの仮説よりも40万年前に遡って史実を書き換える必要がありそうです。ドラゴン人の頭蓋骨は後新世中期から間新世の地層に埋まっていました。数字に置き換えれば後新世中期が250万年前から1万1700年前、間新世が1万1700年前から現在です。放射性炭素年代測定によると、頭蓋骨は14万6千年前のものであることが分かっています。年代測定を注視すれば、ドラゴン人はホモサピエンスなど他の人族と同時代に生きていたと考えられます。しかし、ドラゴン人は新種の人族でないと否定する研究者がいます。彼らはドラゴン人の頭蓋骨がデニソワ人のものだと主張しています。デニソワ人は活動範囲を拡大させる中で異種交配を行いました。今回発見された頭蓋骨は活動範囲を拡大させたデニソワ人のものだろうという人もいます。頭蓋骨は彼らの言う通りにデニソワ人なのか、それともドラゴン人なのか、その判別は難しいところです。今後調査が進み、最新の科学的技法によって明らかにされることでしょう。庭で土いじりをしていたら、奇妙な形の青銅器を見つけた。専門家に見せたら、アトランティス大陸の遺跡だと言われて。ようこそ、ナビゲーターのルカです。皆さんは南極に対してどのようなイメージをお持ちでしょうか。南極大陸があって、周辺には島嶼が浮かんでいる。南極大陸は寒くて乾燥していて、人間が生活するには厳しい。こういうイメージでしょう。そんな南極大陸には文明が存在していたという説があることをご存知でしょうか。南極が氷の世界ではなかった時代、今では氷にすっかり覆われている南極、そんな南極が緑に覆われた時代があったという話は聞いたことがあるでしょう。けれどもそれはいつのことで、その時代に存在していた文明が今どうなっているのかという話になれば、知っている人は少ないかもしれません。いや、そもそも南極に文明があったということさえあまり知られていないでしょう。歴史とは圧倒されるほどに長く深いもの。教科書で地球46億年の歴史を学んできたとはいえ、そして人類700万年の歴史を学んできたとはいえ、未だに明かされていない歴史は多いのです。私たちの周りには知らないことであふれているのですね。南極が緑に覆われていた時代はいつでしょうか。それは2億5000万年から6500万年前、つまり中生代です。およそ9000万年前の白亜紀中期には、南極ブナ科が優勢になりつつあったそうです。南極の年間平均気温は12度前後もあり、恐竜も生息していました。2300万年から5000年前の新大三期には、温帯雨林が繁殖していたと言われています。この時代は地球全体が暖かく、極地の氷が溶け、海面も現在より170メートル高かったと考えられています。その原因を突き止めるために、
研究者たちは南極の海底を調査しました。すると植物の堆積物が発見されました。このことから大気中の二酸化炭素濃度が非常に高かったという原因が判明しました。二酸化炭素濃度が高かったために恐竜の体や植物は巨大化したともされています。仮に研究者たちが導き出した結論が正しいとしましょう。平均気温12度というのは日本では4月と11月にあたります。肌寒いとはいえ生活するには過ごしやすい気候ですね。そうなると当時の南極は文明が発展しやすい環境であったことが想像されます。けれど誰が文明を作ったのでしょうか。9000万年前には生物は生きていましたが人類は誕生していないはず。直立二足歩行する人類が誕生したのは今から約700万年前のアフリカ。ネアンデルタール人などの旧人が出現したのは約60万年前。私たちと同じ原生人類である新人が現れたのは約20万年前のアフリカです。人類が誕生し、南極が氷の世界となった後に文明が誕生したのでしょうか。それは考えられませんね。それでは私たちが知らない他の先住者が気づいたのでしょうか。その問いに答える前に南極大陸の歴史を紐解いていきましょう。まず私たち自身が南極の知識をつける必要があるからです。謎の南極地図。私たちが南極大陸の存在を知ったのはつい最近のことです。まるで南極の存在は不都合だとして隠されていたのかと疑うくらい長い間知られていませんでした。去年の2020年は南極大陸発見からちょうど200年です。200年前の1820年、3人の船長が率いた船によって南極大陸上陸が達成されました。1911年にはノルウェーの探検家であるロアール・アムンゼンが南極点に到達しました。全土が地図化されたのは1920年のことです。今日では Google Earth を使えば誰もが南極の全体像を把握することができます。200年前の探検家たちが命を懸けて南極を探検したからこそその恩恵を受けることができるのですね。けれども南極は200年前にはすでに氷の世界でした。当然のことながら3人の船長たちやアムンゼンは氷に覆われていない南極の姿を見ていません。ところがピリレイスの地図には南極大陸と思われる大陸が描かれているのです。ピリレイスの地図とはオスマン帝国の軍事諜報部のピリレイス海軍大将が作成した現存する2つの世界地図のうち1513年に描かれた地図のことです。1929年にトルコはイスタンブールのトプカプ宮殿博物館に所蔵された写本類の中から発見されました。当時最新の地理知識が反映された航海地図でインド洋と大西洋、そしてその沿岸の様子が詳細に描かれています。またアメリカ大陸を描いた地図としては世界最古のものだとされています。当時南北アメリカ大陸は発見されておらず、海岸線や山脈、島、川、高原の様子は知るはずもなかったのにです。何より人々を驚かせたことは270万平方メートルある南極大陸の北西部クイーンモードランドが描かれていることでした。この領域は当時すべて氷で覆われていたはずの場所なのです。そして地図と一緒に発見された説明文には1513年にイスカンダル王の時代から伝わる計35枚の古地図を参考にして描いたと書かれていたそうです。第二次世界大戦後、アメリカの古地図研究家アーリントン・マラリーはアメリカ海軍の協力のもとに古地図を綿密に調べ直しました。その結果アメリカ海軍が第二次世界大戦中に作成した制御包囲図法に酷似していることが判明しました。制御包囲図法で地図を作るためには各地点の緯度と経度を正確に測らなければなりません。しかし経度の測定法が確立したのはクロノメーターが発明された18世紀です。さらにその地形測量は高等数学である球面三角法に基づいていることも分かりました。そんなピリレイスの地図ですが、
この地図はオーパーツだとも言われています。今までの話を聞いていた皆さんなら、あれ？と矛盾に気がつくはず。そう、南極大陸の発見は今から200年前の1820年でした。それなのに1820年から307年前の地図になぜ南極大陸を描くことができるのでしょうか。またピリレイスは33枚の古地図を参考にして地図を作成したと説明しています。人類は一体いつから南極大陸の存在を知っていたのでしょうか。これこそがピリレイスの地図がオーパーツだと言われている根拠になります。アルベルト・アインシュタインはピリレイスの地図に南極大陸の山脈が記されていることについて自らの著書で次のように語っています。とてもシンプルだがかなり奇抜だ。もしこの情報が正しいものであると証明されれば、これまでの重要な地球の地表に関する証拠は全て覆されることになる。これまでの重要な証拠を全て覆してしまうような驚愕の地図。ピリレイスが参考にしたとされている古地図の出自が気になるところですね。ピリレイスが参考にしたとされる古地図は、一説には紀元前4世紀頃に作成された古代ギリシアの古地図だと言われています。しかし、当時の航海技術では南極大陸へ航海することは不可能でした。まず、猛烈な嵐をくぐり抜けることができません。南極大陸の周りを囲む南緯60度以南の海域は、北半球とは違って、嵐を和らげるような巨大な陸地が存在しないからです。そのため、よほどの幸運に恵まれない限り古代ギリシア人が南極に到達することは難しいでしょう。もしたどり着けたとしても、厚い氷に覆われた南極の姿を地図に描くことはできないと思われます。ピリレイスの地図の正体。ピリレイスの地図そのものをめぐっても主に3つの説が唱えられています。一つ目は、古代文明は高度に発達していたのだから南極の調査は可能であったというもの。二つ目は、ポールシフトによって南極は氷で閉ざされたが、それ以前は温暖で渡航が可能であったというもの。三つ目は、そもそもピリレイスの地図は全くの捏造であるというもの。この三つがピリレイスの地図に対してよく言われる秘密です。地図に描かれている南極大陸が実は南極大陸ではなくて別の大陸であったという主張は脇に置くとして、古代ギリシア人が南極大陸に渡航できたとするならば、なぜその記録は現代に残されていないのでしょうか。南極大陸以外の大陸であれば、それらに関する記述は残されています。ムー大陸、アトランティス大陸、レムリア大陸など、伝説の大陸はその正体が南極大陸なのではないかと言われています。しかし、いずれにせよ南極が温暖であったと推測されている9000万年前とは時代が合致していません。何しろムー大陸やアトランティス大陸には人類がいましたからね。ポールシフトをとってもそれは9000万年前の南極大陸と結びつけることができません。ポールシフトの周期は1万年から1万2000年ごとに起こるとされているからです。それを考えると、ピリレイスが参考にした古地図は人類が作成したものではないことがわかります。9000万年前に存在したかもしれない先住者が残したということになるでしょう。南極大陸の謎を解明する最短の方法は、南極の氷の下に眠っている古代文明の跡を調査することかもしれません。古代文明は本当にあったのか、南極にあるとされるピラミッドはどうなっているのか、今後調査がさらに続けば、それらの謎を覆うベールは外されることでしょう。一生懸命に地面を掘っている人、どうやら5500万年前の文明の痕跡を探しているようで。ようこそ、ナビゲーターのルカです。およそ138億年前、宇宙は誕生しました。それから3つの段階を経験してきたと言われています。最初期は高温の状態で、高エネルギーの素粒子からなっていたそうです。
エネルギーがどのくらい高かったのかはいろいろと議論されていますが、今日使われている加速器で生じるエネルギーよりも高いとされています。地球で起きた謎の進化、そんな宇宙ですが、地球にはたくさんの生物が生まれ繁栄しました。宇宙には地球以外の惑星にも生物はいるのでしょうか。昔から多くの人が抱いている疑問ではありますが、私たちは未だにそれを確認できていません。このように地球外文明が存在している可能性は高いのに、そのような文明との接触の証拠がない事実のことをフェルミのパラドックスと言います。オックスフォード大学人類未来研究所では、地球で生命の進化が起こる確率について研究しています。その研究結果によると、地球以外の惑星で知的生命体が生まれる確率は低いということだそうです。裏返せば、知的生命体は地球でのみ生まれるということです。なぜ地球は知的生命体が生まれる唯一の惑星なのでしょうか。その秘密を探るためには、太古の地球で起こった出来事を知らなければなりません。およそ46億年前、地球は誕生しました。およそ40億年前には最初の生命体が誕生しました。地球誕生6億年後には生命が誕生したのですから、かなり早くから生命体が存在していたことになりますね。しかし、それは宇宙規模で考えればごく普通のことだと言われています。単純な細胞を持った生命体であれば、宇宙には一般的に存在するのだそうです。反対に、生命は宇宙の中でも希少な存在であるとする説もあります。生命が誕生するためには、その惑星がいくつかの条件を揃えていなければならないからです。そのため、宇宙では生命が当たり前のようにいるのか、それとも稀であるのかについては、未だに議論が続いています。多細胞生物はこれまでに40回は独立して誕生したと言われています。しかし、原核生物から真核生物への進化は数十億年に1回程度です。真核生物に進化する確率は、多細胞生物が誕生する確率よりもはるかに低いことがわかります。生物の寿命は有限です。地球最初の生命が原始の海の中で誕生したのは、地球誕生からおよそ10億年後のことでした。しかし、あと10億年で太陽が膨張し始め、太陽の熱で生命は地球に住むことができなくなってしまいます。これが示唆していることは、生命誕生は不可能ということです。なぜなら、時間が有限である中で、いくつもの希少な進化を遂げなければならないのですから。そのため、人間誕生も不可能ということになります。地球と類似した環境にあっても、進化を何回も経る必要があることは同じなのですから。つまり、惑星の寿命は生命が誕生するためには短すぎるということです。この説を前提にして、人類史と地球で発展した文明を考えてみましょう。約500万年前、人類は直立二足歩行を始めました。約30万年前、原始人類が登場しました。紀元前2700年頃までに、シュメール人が都市国家を建設して、メソポタミア文明が始まりました。1世紀から2世紀頃に、ローマ帝国が最盛期を迎えました。13世紀にはモンゴル帝国が拡大し、15世紀には大航海時代が始まり、18世紀には産業革命が起こりました。20世紀に2度の世界大戦を経て、21世紀はグローバリゼーションとその反動の時代、そしてインターネットの時代となっています。いかがでしょうか。人類は目まぐるしいほどのスピードで発展と繁栄を続けてきたのですね。あまりにも不自然なほどに早いので、私たちが気づいていない間に何かが力を加えたのではないかと思ってしまいます。ある人々は、何者かが人類を進化の実験台にしていると言います。人類の進化は人工的かつ強制的であるということです。それは一体誰なのでしょうか。人類以前の文明、およそ40億年前、地球には最初の生命が誕生しました。およそ約540万年前、最古のエンジンかつ最初の人類と呼ばれる
アウストラロピテクス族がアフリカ大陸に登場しました。人類の祖先であるヒト族はおよそ200万年前にアウストラロピテクス族から分化しました。およそ40万年から25万年前には人の属するホモサピエンスが現れました。ホモサピエンスの起源をめぐってはアフリカ単一起源説と多地域進化説という2つの仮説があります。現在はアフリカ単一起源説が主流であるようです。とにかく人類は5万年前から技術を習得して文化を築くようになりました。地球カレンダーというものがあります。これは約46億年もの地球の歴史を1年に見立ててカレンダーになぞらえたものです。地球カレンダーによると1月1日に地球は誕生しました。11月18日になって剣星代が始まります。剣星代とは肉眼で見える生物が生息している時代という意味です。11月18日にカンブリア爆発が起こりました。ホモサピエンスが出現するのは12月31日23時37分です。なんと1年が終わる直前なのです。人類の歴史とは地球史から見ればごく最近の出来事なのですね。しかも芸術が始まるのは12月31日23時51分、農耕が始まるのは12月31日23時58分です。24時まであと2分というところですね。人類が地球に生存している期間がいかに短いかということがわかります。ただ本当に人類以前に文明が存在しなかったのかと考える人はいます。 NASA ゴダード宇宙研究所に勤める気象学者ゲイビン・シュミット博士と米ロチェスター大学で教える天文学者アダム・フランク教授は人類以前に文明が存在していたとする論文を発表しました。フランク教授が考えたのは人類が未来に残す痕跡でした。建築物や機械製品、芸術作品が数万年後、数百年後に残っているとは考えられないでしょう。そこでフランク教授は化石燃料を燃やす際に生成される放射性炭素が未来への痕跡だろうと考えました。放射性炭素が未来への痕跡であるならば、放射性炭素を調べればよいのです。過去に放射性炭素の値が上昇していれば、その時代は歴史から消えた文明が存在しているということになります。これまでのところ、メソポタミア文明が世界最古の文明とされています。メソポタミア文明は紀元前4000年頃からシュメール人による都市国家を中心に発展していきました。メソポタミア文明が後世に残した意義は言語でした。紀元前3200年頃に最古の文字とされるウルク古説文字が誕生しました。紀元前2500年頃にはウルク古説文字を発展させたくさび型文字が誕生しました。これ以降文字を用いて記録が残されるようになりましたが、それ以前例えば数万年前にも文明が存在していた可能性があります。ただ記録が残されていないだけで、フランク教授によると5500万年前に放射性炭素の値が増加していた時代があるそうです。この出来事は行進星・始新星境界の突発的温暖化事件と呼ばれ、様々な研究者が要因を調べています。未だに原因は分かっていませんが、行進星・始新星の間に地球の気温は急上昇しました。どのくらいかというと、現在の気温よりも15度高かったそうです。南極では気温が21度にまで上がりました。炭素と酸素の同位体比率も現在と近かったことから、5500万年前と現代の地球気象環境が似ていることがわかります。そのため5500万年前には現代と同じような文明が存在していたことが想像されます。すると地球カレンダーは修正が必要になりそうです。地球46億年の歴史、そして人類20万年の歴史には誰も知らなかった文明が一つ、あるいは複数あったのですから。なぜ複数？それは5500万年前より前にも文明が存在していたことも想像されるからです。5500万年前の文明。しかしフランク教授の研究には懐疑的な見方もあります。
まず5500万年前が現代と同じように化石燃料を使っていなければ文明を見つけることはできないのです。5500万年前には地球に優しい方法でエコなエネルギーを生産していたかもしれません。そうなると5500万年前は未来に放射性炭素の痕跡を残していないことになります。また一部の研究者たちは5500万年前と現代には決定的な違いがあると指摘しています。それは放射性炭素同位体が増減した頻度です。5500万年前には放射性炭素同位体は数万年の幅で増減しました。現代はより短い期間で二酸化炭素が放出されています。フランク教授は地球上には現在よりも二酸化炭素量が多い時代はあったが現在ほど急激に二酸化炭素が大気中に放出されている時代はないと認めています。5500万年前に放射性炭素の値が上昇した理由は文明が存在していたからではなく自然のなせる技だったからだということです。フランク教授は人類以前の文明の痕跡を見つけることは難しいと言います。しかもそれが短期間しか続いていなかったのならなおさらです。その上で精密で高品質な探知技術があれば超古代文明の痕跡を地質と大気から発見することができるだろうと期待しています。フランク教授は人類以前の文明は見つけようとしなければ発見できないものだと話しています。人類以前に文明が発展していたと考えるならば期待を込めて見つけようとし続けることが大切なのですね。ここはギネスワールドレコーズ。世界最古の文明として見事メソポタミア文明が世界記録に認定されました。そこへ我々こそが世界最古の文明であると名乗り出た人たちが現れた。ようこそナビゲーターのルカです。冒頭に出たギネスワールドのお話はもちろん架空ですが、地球にはメソポタミア文明以前に栄えていた文明があったとする説が登場しています。人類がたどった進化の過程は科学や考古学など幅広い分野からの関心を集めています。私たち人族はおよそ200万年前にアフリカで猿人アウストラロピテクス族から分化しました。そして人族で現存する唯一の種ホモサピエンスは40万年から25万年前に現れました。ホモサピエンスがどの地で現れたのかについては諸説あります。そのうちの一つが多地域進化説です。これはミシガン大学の個人類学者ミルフォード・ウォルポフによって支持されました。世界中に分散した単一の人族がホモサピエンスに進化したと考えられています。単一の人族とは後進性に生きていたヒト科の一種ホモエレクトスとされています。有名かつ主流の説はアフリカ単一起源説でしょう。ホモサピエンスの祖先はアフリカで誕生しました。彼らは他の人族との生存競争に打ち勝っていき世界中に伝播します。例えばホモサピエンスの方が狩猟技術に優れていたためホモエレクトスは飢餓により絶滅しました。またホモネアンデルターレンシスは大規模な気候変動や病気の環境下における生存には不利であったため絶滅しました。2つのモデルは非常に異なっていますが人類は5万年前を境にして生活の方法や技術を進化させサピエンスという名の意味する通り知恵のある生物になりました。そして高度な文明を築き上げて繁栄してきたのです。人類以前の文明。人類の直接の祖先ホモサピエンス登場からさらに時間を遡ること46億年前地球が誕生した時代です。ホモサピエンスが誕生したのは今から20万年前のことなので地球の長い歴史から見れば非常に若い生物であることがわかります。さらに人類最古の文明であるシュメール文明が誕生したのは一般的に7000年前から3500年前と言われています。やはり人類の歴史やその繁栄はごく最近のことであるのですね。しかし本当に人類の歴史は
これほどまでに短い期間なのでしょうか。地球の誕生からシュメール文明の発展までに地球上には文明がなかったと言われています。本当に文明は人類以前に誕生していなかったのでしょうか。もちろん地球の誕生や人類の誕生については世界各国の研究者が学術調査を行っていますけれども、最終的には発掘品を頼りに推測するしかないのです。2018年に NASA ゴダード宇宙研究所の気象学者ゲイビン・シュミット博士とアメリカロチェスター大学の天文学者アダム・フランク教授が科学誌インターナショナル・ジャーナル・オブ・アストロバイオロジーに斬新な論文を共同発表しました。その内容は人類以前に文明が存在していたことを示唆していたため大きな話題を呼びました。アメリカの雑誌 The Atlantic Online 版によると、フランク教授らは私たち人類が繁栄している時代に未来に残す痕跡は何かを考えることから始めたそうです。ちなみに私たち人類が繁栄している時代、言い換えれば人類が地球環境に大きな影響を与えるようになった近年の地質学的区分のことを人新世と呼ぶことがあります。さて、人類が未来に残す痕跡、皆さんなら一体何を思い浮かべるでしょうか。ハードなものは頭に浮かびやすいかもしれませんね。ブルジュハリファ、富岳けれど、それらはいつまで残すことができるのでしょうか。数百万年後にも残すことは可能でしょうか。おそらく難しいでしょう。そのため人類が未来に残す痕跡として、フランク教授らが考えたことは化石燃料を燃やした際に生成される放射性炭素でした。放射性炭素とは炭素の放射性同位体のことです。放射性炭素年代測定によく用いられます。炭素は化石燃料を燃やすと大気中に放出されます。これは同位体に分解されます。より多くの化石燃料が燃やされると同位体が大気中に占める割合もより大きくなります。この現象をシューズ効果と言います。放射性炭素の増加に伴って気温も上昇します。長期にわたって同位体と気温の変化を観測することは比較的簡単なことです。そのため放射性炭素を調べることによって、未来の科学者は人新世で起こった大気の変化に気づくことができるというわけです。一旦ここまでの話をまとめてみましょう。人類が未来に残すことができる痕跡は放射性炭素である。現世人類より以前に文明が存在していたかどうかは放射性炭素を調べればわかるということでしたね。ただお気づきの方がいらっしゃるかもしれません。人類以前に存在した文明を発見できるのは、その文明が化石燃料を使用していたとすればの話です。なぜなら人類以前の時代に気温上昇や放射性炭素の増加が顕著に見られなければ、文明が存在していたことの証拠にはならないのですから。未知の超古代文明の痕跡。シュメール文明が起こって以降、人類は世界各地で高度な文明を築き上げてきました。世界四大文明として知られている文明は、紀元前3000年頃に成立したメソポタミア文明、同じく紀元前3000年頃から発達したエジプト文明、紀元前2500年頃に生まれたインダス文明、紀元前5000年頃から始まった中国文明です。最古のメソポタミア文明でさえ初めて王朝が成立した時代は紀元前6000年です。なお年代には諸説あります。ところが驚くことには、5500万年前には放射性炭素の増加が見られたということが、フランク教授らの調査で明らかになったのです。この結果は行進性・視神性境界で突発的温暖化事件 PETM と呼ばれて、大きな衝撃を世界中から集めました。ここでの行進性とは古第3期行進性を指していて、陸上では原始的で小型の哺乳類が進化していました。また視神性とは古第3期視神性を指していて、現存する哺乳類の目は初期には現れています。行進性と視神性の間の期間に地球の気温は急激に上昇したといいます。
現在の気温よりも15度高く、南極では気温が21度に上ったというデータが得られたそうです。炭素と酸素の同位体比率が現代と近かったことも判明しました。しかしまだ原因の特定には至っていません。このデータが示していることは、5500万年前と現代との地球気象環境がほぼ変わらないということです。このことから5500万年前にも現代と同じように文明が存在していたという仮説が立てられます。けれどもし5500万年前に文明が存在していたとしても、現代にはその痕跡が残されていません。建築物や工芸品など物質的なものは風化してしまうからです。フランク教授らは、文明の痕跡は大気や地質の変異に残されているだろうと推測しました。ハードが失われてしまったとすれば、推測と一致することになりそうですね。そういうわけで、フランク教授らは行進星と視神星の間には文明が存在していたという結論を出したそうです。けれどその期間は人類がまだ誕生していないばかりか、哺乳類が進化している途中です。では一体誰が築き上げたのでしょうか。人類以外の誰かということになりますが、5500万年前の文明、その前に5500万年前に人類以外が文明を築き上げたという説を受け入れてよいかというと、歴史の研究はそれほど単純ではありません。研究者たちは PETM と人新世との間には決定的な違いがあると見ています。それは同位体の数が変化する時間の幅です。 PETM においては同位体は数万年のスパンで増減を繰り返しました。人新世ではより短いスパンで二酸化炭素が急激に放出されているそうです。フランク教授自身も、地球上には現在よりも二酸化炭素量が多い時代はあったが、現在ほど急激に二酸化炭素が大気中に放出されている時代はないという見解を述べています。やはり PETM は文明の痕跡ではなく自然的異常なのでしょうか。おっと、人類以前に文明は存在していなかったと了解して動画の視聴を終えるのはまだ早いですよ。フランク教授は続けてこのような指摘をしています。もし人類以前に文明が築かれていたとして、その文明が極めて短期間しか続いていなかったとしたら、その痕跡を見つけることは容易ではない。より精密で斬新な検知技術がなければ、そのような超古代文明の痕跡を地質や大気から発見することは困難を極めると。また先ほど化石燃料を使用していた文明であれば容易に発見することができるだろうとお話ししました。現在の私たちはエネルギーを化石燃料に頼っています。しかし超古代文明がエネルギーをエコでクリーンに生成していれば、炭素の放出量は少なくなります。それに伴って未来へ残す放射性炭素の痕跡も少なくなる可能性があります。そういうわけでフランク教授は、人類以前の文明は見つけようとしなければ発見できないものだという積極的な結論にまとめています。フランク教授らは、現代の科学技術をもってしても不可能だとされていても、調査方法を変えれば超古代文明の痕跡を発見することができるということを私たちに教えてくれているようです。さらにはフランク教授らの考案した技術は、地球を越えて他の惑星にも応用できるかもしれません。例えばその存在が期待される古代火星文明、火星の大気や地質を研究すれば古代火星文明の痕跡を発見できる可能性があります。古代火星文明が分かれば、宇宙にある様々な惑星に住む生命体とその痕跡を探し出すこともできそうです。夢が広がりますね。しかし私たちがまず探し出すことができるのは、この地球に生きる人類の起源です。一体私たちはどこから来てどこへ向かうのか、地球最古の文明の謎が解き明かしてくれそうですね。
突如として目の前に出現した不思議な生物。それは進化論では説明できない偶然の生命だった？ようこそ、ナビゲーターのルカです。過去の歴史をたどっているとどうしても他の歴史とうまくつながることができなかったり、空白の時代が生まれてしまったりすることに気づいてしまいます。こうした歴史の矛盾に直面すると私たちは頭を悩ませてしまいます。そして昔々に繁栄した国家の起源や文明の起源を解明できても、私たちにはどうしても解明できていないことがあります。それは人類の起源です。人類を生物学的に区分すると霊長類に入ります。霊長類とは動物の主張たるものという意味です。動物分類学で言えば霊長目に相当します。約200種が現生し、原猿類、旧世界ザル、新世界ザル、類人猿、そして人が該当します。チャールズ・ダーウィンの進化論によると、人はチンパンジーと共通の祖先から分岐し、猿人、ホモ族の人類へと進化しました。しかし冒頭にもお話しした通り、時として歴史の矛盾に気づくことがあります。人がチンパンジーから分かれたのかという問題は未だに結論が出ていません。DNA 解析技術を使えば良いのにという話になりますが、それだけで解決できる問題ではないようです。人類の進化を考える上でウイルスという考え方があります。ウイルスに感染すると体に抗体ができます。その抗体が DNA に刻まれて子孫に受け継がれることで、細胞の小規模な変更が繰り返されていきます。つまり進化とは遺伝子の変化です。とはいえ、細胞が変更されることでチンパンジーから人が分岐したというのは驚くべき話です。そこには何かの介入があったのでしょうか。それとも進化論とは真実なのでしょうか。ダーウィンの進化論。チャールズ・ダーウィンは進化生物学を発表した自然科学者です。すべての生物種が共通の祖先から長い時間をかけて進化したことを理論的に明かしました。ただし、神が天地を創造したと信じる人々の中には、ダーウィンの進化論を否定する人もいます。神による創造論を支持する人々は、まずは種の起源を説明し、進化論の証拠を別の角度で説明し、最終的に進化論を論破する必要があります。それはなかなか難しく、創造論が全てを解き明かすことはできません。神の意志のもとに世界が創造されたのであれば、人は神の意志を推し量ることができないのです。ダーウィン自身、人類の進化だけは説明ができないものだとして、人の進化に関する詳しい説明を避けています。その理由は、創造論とは一切関係ありません。むしろダーウィンは、人が他の生物種と比較して進化に要した時間が異常に早かったことに注目しています。いずれにせよ、ダーウィンが人の進化について後世に宿題を残したおかげで、未だに結論が出ていない問題があります。仮にチンパンジーからアウストラロピテクス、クロマニオン人、北京原人へと長い時間をかけて分岐したとします。それではなぜアウストラロピテクスやクロマニオン人は地上から消え去り、チンパンジーと原生人類が属するホモサピエンスだけが生き残ったのでしょうか。そしてなぜ今日ではチンパンジーから新種が分岐するような動きは見られないのでしょうか。一説には、原人の間で生存競争が激化し、その競争にホモサピエンスが勝利したとあります。これらに関して他にも研究は進んでおり、強力な説は登場しているかもしれません。それでも不明な点は次から次へと生まれるものです。生物の進化。ところで、皆さんは進化論を信じているでしょうか。日本では進化論を支持している国民が多いように感じられます。それは学校教育で進化論を勉強してきた結果なのでしょう。一方で、ある調査によると、3人に1人のアメリカ国民は進化論を信じていないというデータがあります。つまりアメリカ国民の 33% は、人間をはじめとする生物種は地球が誕生した当初から今と同じ姿で存在していたと考えているのです。進化論を支持していないのはあくまでも一般市民であって、
科学者は進化論を支持しているだろうと思われるかもしれません。しかし科学者の中にも進化論を否定する人がいます。ダーウィンの共同研究者アルフレッド・ウォーレスでさえ進化論の一部に疑問を呈しています。ダーウィンは全ての生物種は自然淘汰による進化の成果だと述べました。しかしウォーレスは人間だけは自然淘汰の原理が働いていないと断言したのです。アメリカのジョンズ・ホプキンス大学で情報理論を教えているリー・スペットナー博士もその一人です。スペットナー博士は突然変異によって遺伝子情報が増えることはなく反対に減少すると考えています。人はチンパンジーから分岐して言語を話すまでに600万年を要しました。この期間で原人から旧人に進化したと考えられています。しかし脳の容量は 950cc から 1400cc へと突然変異しています。600万年で倍近くに進化することは難しいです。一般的に突然変異は遺伝子情報を失うため退化をもたらすと言われています。そのためスペットナー博士は原人から旧人へと進化することはありえないと考えています。転じてチンパンジーから人への進化も否定しています。また自然保護論者のリチャード・リーキー氏はアウストラロピテクスを調べました。するとアウストラロピテクスは二足歩行をしていなかったという結果が出されました。そのためエンジンは絶滅した四足歩行の猿の一種であろうと主張しています。スミソニアン協会にオースティン・ H ・クラークという生物学者がいます。彼は進化論について人間が下等な生命形態から段階的に発達してきたという証拠はない、いかなる形においても人間を猿に関連づけるものはない、すべては歴史的捏造である、人間は突然に今日と同じ形で出現したという衝撃的な持論を持っています。つまりチンパンジーと人との間に中間種は存在しないということを彼は言いたかったのです。それは同時に人間はチンパンジーから分かれたのではなく突然現代の私たちと同じ姿で地球に現れたということを意味しています。これは学会の考え方とは大きく一線を画すものでした。クラーク博士もそのことを分かっていたので自説の証拠を用意していました。彼によれば進化論の証拠とされるような化石はないということでした。猿と人の中間であるエンジンと原人のものとされる化石はどれも絶滅した猿または人のどちらかであると主張しました。実は進化の中間期にあたる生物や化石が見つかっていない状況、通称ミッシングリンクはダーウィンも認めています。過去には10万種以上の生物種の DNA とアメリカ政府の遺伝子データバンクにある500万種以上の DNA の断片を調査したことがありました。すると現在地球で生存している生命種のうち 90% が10万から20万年前に誕生していたことが統計学的に明らかになりました。その生命種の中には人も含まれていました。ミッシングリンクが遺伝子解析で証明されたことによって猿と人には遺伝子上の関係がないことが分かりました。人以外にも進化の過程が判明していない生物種が存在しています。一部の研究者に至っては進化とは伝染病であると考えています。種がウイルス性の進化病にかかることで突然進化してしまうというのです。彼らの説をキリンに応用するとキリンの首は高所にある木の葉を食べるために長くなったのではなく首が長くなる病気にかかったため突然長くなってしまったという結論になるでしょう。また爬虫類に応用すると爬虫類は飛びたいから鳥類に進化したのではなく羽が生える病気にかかったため突然飛べるようになってしまったという結論になります。こうした考え方は大抵根拠がないので学会で主流になることはありません。それにしても科学的な進化論を信じていない研究者がいることは驚きですね。人は進化していない、このような説も間違っていないと考えると科学の面白さを感じます。やはり神が人を創造したという説も脇に置けないということでしょうか。そうなると神とは何かという議論になります。
それとも宇宙人が人を創造したという人類創造宇宙人介入説が出てくるでしょうか。実際にシュメール神話では約45万年前に惑星ニビルから宇宙人アヌンナキが地球にやってきて金を採掘する労働者として人を創造したという話が語られています。そうなると今度は誰がアヌンナキを創造したのかという疑問が湧き起こります。創造をめぐる議論は絶えることがないようですね。答えにたどり着くことは困難ですが、困難であるゆえにずっと問い続けていくのでしょう。